さあ始まりましたビジネスプラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。我々はもちろん元気です。早速ですがミシェルさん、あやのちゃん、はい、マッチングと聞いて何を思い浮かべますか。マッチング、うん、早いね。早い。分かっちゃった。お見合いとか。そうですね。人と人との出会いもマッチングですね。マッチングね。あるといいですね。余計なこと言うとおっかないですからね。何でしょう。はい、そこでですね、今回まずご紹介するのは、企業と企業のマッチングを行い、ビジネスの結びつけのお手伝いをしています、こちらの企業様です。現在日本に存在する企業の数はおよそ400万社。それは同時に400万人近くの経営者が存在することを意味している。不況が続く現代社会、ビジネスのトップに立ち舵を取る、そんな経営者たちにも人知れず多くの悩みが存在してきた。そこで新たな出会いやつながり、事業の発展を目指し、数多くのリーダーたちが求める課題の解決へと誘う男がここにいる。ウィズビズ株式会社代表取締役社長、新谷悟。全ての企業が発展するため、ビジネスマッチングポータルサイトとして人と人との結びつきを生み出すウィズビズ株式会社では、セミナーや交流会などさまざまなコンテンツを武器に、経営者向けの総合スーパーとして企業のリーダーたちと共にビジネスを発展させ続けている。今回は新谷悟をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。具体的に言いますと、それは経営者向けのネットワークですもんね。会社と会社のあれですか。で、皆さん方がこういろいろ登録いただいて、メールマガジンを読んでいただいたり、またはセミナーにご参加いただいたり、またはサイトが80以上ありますので、それを見に来ていただいて、使っていただいたりというのをやっているのがうちの会社になります。他社同士のコミュニケーションを促進されている。そうですね、ですので一番最初は実はビジネスマッチングサイトのウィズビズということで始めたんですけども、経営者の方々の課題を全て解決していけたらいいなということになりまして、課題解決のサイトを一つずつ作っていこうということになって、やり始めました。セミナー事業もやられているって話に出てきましたけれども、どうして目をつけたんですか。最初はネットだけでやろうと思ってたんですけども、ところがいろいろやってると、やっぱりリアルで出会いたいとか、逆にちゃんと先に説明してからコンサルティング契約をしたいというような方々も数多くいらっしゃったんで、じゃあセミナーもやってみようかということでやり始めましたら、割と人気になりましたもんですから、それでセミナーの数も増やしていっているところでございます。もともとの起業のきっかけは何だったんですか。もともと私は東証一部上場企業の常務までやってたんですけども、そこがちょっと、お恥ずかしい話ですが、潰れそうになりまして、そろそろ辞めたいなと思っていて、辞めたいというような話になりましたら、社長役員陣がウィズウィズというサイトをちょうどやり始めたところだったもんですから、持ってけみたいな、赤字だろ持ってけみたいな感じですね。だから押し付けられて、外出てっていいよみたいな感じですね。ちょっとなかなか刺激的な企業きっかけでしたね。現在はどのぐらいの数のコンテンツサービスがあるんですか。今の80以上のコンテンツサービスを行ってまして、もともと120以上サイトは作ってるんですが、いろいろとあって80ぐらいになってますが、なんとかそれを100にしたいなと思ってます。お持ちいただいたこちらが事業内容。これ見てください。いろいろありますね、ジャンル問わず。驚きですよ。具体的にはどんなコンテンツがあるんですか。社長様たちのニーズがいろいろですので、売り上げ上げたかったり、マネジメントをしっかりしたいとか、またはドラッカーを学びたいとか、または事業承継の悩み、 M&A の悩み、セミナー集客どうすればいいのかなんて悩みなどなど、いろんなものがございまして、名刺の作成サービスなんかもあったり、ユニフォームの作成サービスもあったりというような形で、本当にさまざまなサービスを用意させていただいております。こういうアイデアってどういうところで生まれるんですかね。それぞれ皆さん事業をやってらっしゃる会社さんがいらっしゃって、うちは実は言うとこのほとんどのサービスは持ってなくて、その業務提携先がこういうのをもっと広げたいの、どうしたいかというのを私どもに持ち込んできます。
で持ち込んでくると、いや私もが、どんなサイトにしてどんな風に宣伝してっていうのを全部企画からキャッチコピーからタイトルから全部考え直して、それでじゃあこれだったら宣伝できるんじゃないか、または食いついてくれるんじゃないかという形で、サイトを作らせていただいて、宣伝をさせていただくと、こういう形を取らせていただいて。なるほどね。これ大学とかって今ほら少子化で大変な生徒の奪い合いとかなるんだけども、大学と企業とビジネスマッチングっていう、こちらの国立の県立の大学と業務提携しまして、県立の大学の先生に民間企業でこんなの提携したの初めてって言われながら結びつけて、で研究者の皆さん方は、ある意味研究費が欲しい、企業の皆さん方安く研究してほしい、そういうニーズをうまくマッチングできたらいいんじゃないかということで始めたサービスでございます。経営者は本を出しなさい。ちょうど後ろにも出てますが、ね、これすごい、はい、経営者の皆さんが本出したいという目が非常に高くてですね、私どもでこれとこのサイトとともに出版勉強会というのを毎月1回やってまして、大体、10名ほど集められて、そこで出版プロデューサーの会社さんの社長さんにお話をいただいて、で結びつけてそのままコンサルティングして商業出版まで持っていくというですね。へえ、非常に皆さん方本を出してからは必ず売り上げがどんどん伸びてるというふうにご報告をいただいてまして。そうなんだ、出さなきゃ。自己ブランディング内容がないんだみたいなね。僕はいっぱいあるじゃないですか。今までにこうユニークなこういうサイトの申し込みだとかってあったんですか。やっぱりここに載ってるのはこれは面白いねっていうんで載せてるので、逆に言えばごめんって断ってるのはあまり面白くなかったんで断ってるみたいな感じなんで、今も準備してるのがいくつもありますので、いまだに多分今日も持ち込まれてたりとかしております。中でコンテンツ配信をされているとも聞きました。メールマガジンをですね週8本から9本流してまして、お客様の喜ばれるサービスということでやっております。一番人気は朝礼ネタを土曜日に配信しまして、そうすると朝礼こんなの喋ったらっていうふうに流しますと、月曜日の朝礼でそれを使って社長さんが社員に喋ったりをすると、これが一番人気でございます。これまでは何社ぐらいの契約会社があるんですか。だいたい年間契約書を巻くので100は以上は巻きますので、今7年目ですので600社以上でございまして、でこれをお使いいただいている会員数というと17万社の会員さんがお使いいただいている方。17万社会員様、はい、ね、年間にするとどのくらいですか。だいたい1万から3万ぐらい伸びてる感じでしょうか、年間でですね。順調なこう理由とかってご自身でどう感じてます。いや実は順調じゃなくて2年目までに20万社まで持っていこうというふうに頭の中で描いててやってたんで、自分の中が勝手にできると思ってたんですが、それがなかなかうまくいってなくて、まだ17万社ですので。でも他にないでしょ、17万社と提携結んでるみたいな。そうですね、今のところ経営者向けネットメディアというのはおそらくこの数やってるのはいないと思いますので、日本一なんではないかなと思いますね。これまでのセミナーを通じてのお客様、紹介はおそらく年間ですね5000社ぐらいご参加いただいてますので、はい、年間でですので、ですから3万件以上いろいろご紹介をしたりとか出会わしたりとかしていると思います。それ以外にも名刺交換会をいろいろやってますので、そういうのも合わせるともっと多いのかもしれないんですが、ちょっと把握がもうできなくなる。できないですよね。でお互いが自分のないところをサポートして、ほんで一緒になってっていうか利用させてもらって、ドンっていう成功につなげていくっていうようなことなんですよね。はい、はあ、いや当初はですね、ビジネスマッチングサイトで持ってけって感じだったんで、戦略的には違う戦略で言ってたんですが、途中でいろいろと時代が変わってきて、インターネットというのはメディア化設定というの流れから、そしたらメディア化っていうのはどういうものかというのをちょっと勉強し直して、戦略をちょっと変えて100サイト作ろうと、でそのうち今度はセミナーもやろうと、今30本やってますが年間60本ぐらいセミナーできないかというような形で、方向を少し微修正して変えたことによって、こういうふうに伸びていってるという感じ。需要があったんですよね、やっぱり。はい、楽しそうですね。いろんなジャンルがありすぎて逆に。そうですね、大変になりませんか。正直部下が知ってて私が知らないことが最近多くなってきまして、お客さんにこんなサービスあるよねというふうに尋ねられると、何ですかそれって聞いて部下会社戻って社に戻って部下に聞くと、はい、ありますよ何言ってんですか新谷さんって怒られて社長が怒られて
はい、すいませんって言って、でもうお客さんにもう一回電話してありますってそうなってきちゃいますよね、でもね。ですので新しいサービスは今ビジネスアイデアファクトリーというのを出し始めましたが、これはアイデアと企業のお金を結びつけてビジネスをまあ作り出そうみたいなものも今やり始めているところでございます。ウィズビズ様のようにそういったセミナーを行っている会社って他にもあると思うんですが、差別化できていると感じていらっしゃるところはどこですか？私どものお客様のほとんど経営者様、社長様ばかりですので、社長様経営者を集められるのはおそらく弊社ウィズビズが一番力を持ってるんではないかなというふうに自負をしております。ウィズビズ様の一番と売りは何でしょうか？一番はやっぱりコンテンツ配信だと思ってまして、数多くのコンテンツ、数多くのセミナーを開催しておりますので、やっぱり売りとしては経営者様向けに数多くの情報発信をしているのが私どもの一番の売りだと思っております。自らも経営者の一人として多くの人をつなげ結び発展させ続ける新谷悟、そんな男が掲げる今後の展望とは？私どもとしては経営者向け総合スーパーというのを目指しまして、経営者様の課題を全て私どものところに来ると解決できるというのを目指しております。会員数としては20万社にし70万社にしていきたいなというふうに思っておりますし、今上場準備も始めておりますので、なんとか日本一の地位を揺るぎないものにして、数多くの経営者の皆様方に数多くの課題解決策、課題解決手段をお渡ししていきたいなというふうに考えております。それでは最後に新谷さんの格言を教えてください。はい、私は虚心坦懐、自分を見つめ直せというのを、格言にしております。それはどのような虚心坦懐？平常心で、全て受け入れて、全ての責任は自分にあるということで、自分を常に見つめ直し、平常心で物事に当たるという話で、これは前の上司にいただいた言葉なんですけども。あ、そうですか。なかなかね、大切な言葉ね、がそんなジーンとくるような言葉ですけどもね、今後も社会のサポートもこれからも一つよろしくお願いします。今日は大切な話ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてご紹介する企業さんなんですが、はい、皆さんはご自身で洗濯はされますか？洗濯は今はしないですね。やってくださる方が、はい、羨ましいです。そういうふり？コインランドリーは利用されたことありますお二人？あります、あります。どういう機会に？僕はスポーツやってる時に、みんなのこの合宿の先輩の洗い物だとかなんかを、それとかチームでユニフォームを近くのコインランドリーでバーって洗濯して、で乾かしてっていうのをやってましたけど、非常に便利な、乾かすところまでできるもんね。ありがたいですね。やってくれるもんな。あやのちゃんはどうですか？はないんですよね。近くにもあるのかなっていう感じで気になりますが、はい、そこで次にご紹介するのは、1台の洗濯機からフランチャイズ展開まで築き上げたこちらの企業様です。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、戦後の日本において豊かさ、憧れの象徴とされてきたその三種の神器は、生活に新たな革命を起こし、急成長を遂げる経済の大きな支えとなった。そして時は経ち、その三種の神器の一つである洗濯機に新たな革命が起きている。伸び悩む経済の中、その業界の最先端に立つ男がここにいる。株式会社洗濯革命本舗、代表取締役社長西山義行。全国規模のコインランドリー経営を中心に、
加盟店の開業サポートや洗濯代行など幅広い事業を展開する株式会社洗濯革命本舗では、代表を務める西山の掲げた主婦の三大労働の軽減を理念に、衣、食、住、全ての分野で革命を起こし、独自の感性と哲学で常に日本の生活を支え続けている。今回は西山義之をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。私は48年前にダスキンの一代理店から身を起こしました。その頃、主婦の三大労働は炊事掃除洗濯と言われました。今の建て売りの 3、40坪の一軒お掃除するのに、主婦がどれくらい時間かかったかというと2時間かかったんです。2時間。それがダスキンモップ1本20分で掃除が終わるんです。これお掃除革命と言ったわけです。これ2000店あるんですね、ダスキンの加盟店って。4畳半で始めて12年で991人の先輩加盟店を追い越して日本一の踊り出た。さ、34年間一回も2位に転落したことありません。そうしたお掃除革命を経て洗濯革命本舗ですから、お洗濯の分野でも革命を起こしてこられたということなんですね。その通りです。もともとコインランドリー事業からのスタートだったんですか？その通りです。うちで洗濯をしなくてよくて、コインランドリーに行くから革命かと、これ早がってなんですね。実はうちでしなくなることは、洗濯しなくなることは確かです。誰が洗濯するのかと、誰がコインランドリー行くのかと。ご夫婦に子供2人の標準家庭があったとします。1週間洗濯物を貯めておきます。パパが土曜日に行くんです。1週間で洗濯をしないで貯めておいて1時間で終える。そしてそのままうちに持って帰ってきて、家族4人であでもないこうでもないって畳みながらコミュニケーション、家族コミュニケーション取って、お洗濯終わり。今日は雨が降るとかお洗濯日和とか、テレビの天気予報気にしなくて済むわけですね。真逆ですものね、はい、逆にそこに行くようになるわね、はい、そもそもの、はい、その企業コンセプトといいますか、はいはい、どんな思いで会社を立ち上げられたんですか？そこが私はそのダスキンで主婦の三大労働の革命を行ってきて、自信を持って会社作りをやってきてるわけですね。今3000人の従業員がいます。クリクラというクレヨンしんちゃんで宣伝してる、あれも私の会社なんですね。いろんな事業9つあります。その主婦の三大労働の改革をしたいとずっと思ってたんですね。そしてコインランドリー満を持して行ったと。今までは洗濯は主婦の仕事と相場が決まってましたが、これから5年経ったら男の仕事になる。その代わりこういうことをテレビで言ったり雑誌で言ったりしてるもんですから、あの野郎のおかげで自分の日曜日が消えるじゃないかと。その反対に主婦からは拍手喝采、西山さんサインください。そこまではいきません。主婦の友でございます、ね、そういうこと。友、主婦の味方でいらっしゃるんですね。これが経営の理念、哲学で、おかげさまで今ぐんぐん伸びてますね。そうでしたか。このコインランドリー事業を始めるにあたっては何か勉強されたんですか？日本中のコインランドリーを、コインランドリーショップを200店ぐらい見て歩きました。ずっと。それであのデシベルを測ったり、デシベルってあの音の大きさです。騒音ですね、はい、騒音を測ったり、この地方はこういうのが流行ってるとかですね。今日本は使っている主婦層が中心なんですが、世帯数の 5% しか普及しておりません。普及使っておりません、コインランドリー。コインランドリーは、はいはい、100件に素体があったら5件しか使っておりません、はい、アメリカは20件使ってます。 5% と 20%、 ここに伸びしろが 15% ある。1万8000店のうち8割が潰れるということは、その1万8000店で今 5% のシェアですよね。このうち 4% がのお客様行ってるところが潰れると、その 4% のお客様こっち来てくれるというと、伸びしろ 15% と 4% で 19% 向こう 5、6年の間に伸びると。実際に開業されてみてご苦労などはあったんでしょうか？無人店舗ですから、まあ、実際には1時間2時間お掃除とか集金のパートさんがいるんですが、無人店舗であるがゆえの苦労というものはあります。例えばあの200円と書いてあったら200円を
ここにポッと入れちゃうんですよ。と上の機械のコイン投入口に入れたら下がブンブン回り出すんですね。そそこしいですよ、この人。はい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 。2段重ねてあるから。なるほどなるほど。投入口がこことここにくっついてるから、こことこっちにすればいいのにね。自分が悪いわけじゃないですか、はいはい、だけどコールセンターにどうしてくれんだよっつって文句が来るんですね。とお客様が悪いんでございましょうと言えないので、はい、申し訳ありませんと両替機の前に立ってください、10秒後に200円お戻ししますと、チャリンチャリン、そんなこと言ってる間に出てくる。はあ、じゃあ人がいなくてもそれが可能になるんですね。はい、ですのでそこがもし有人店舗だったら、もういちいち電話しなくてもね、そこにいるお掃除のおばさんとかに間違っちゃったんだよっていうと思うんですが、コインランドリーをこう開業する上で成功する秘訣ってあるんですか？ロケーションですね。場所ですね。やっぱり例えば国道の甲州街道とか16号線のような、ああいうところは視認性は高いんですが、実は利用客が主婦があんまり通らない道です。大型トラックみたいな、こういうとこはダメですね。それよりも一本ぐらいの生活道路、バス道路、こういうところが一番いいです。こうやって駐車場がちょっとある。やっぱりあの女の人はバックが下手と昔から言われてるので、はいはい、難しくこうバックで入れるなんていうところはダメですね。あ、諦めちゃいますね。はい、その通りなんです。またあの洗濯革命本舗さんが他社と差別化を図っている部分はありますか？いろいろあります。全部って感じするけどね、例えば清潔というのはもう一番の問題ですよね。どんなに設備が良くても高級に作ってもやっぱりちょっとお掃除もろくに行き届いてないような、これは一番気を使うとこなんですが、無人店舗なので、ここが困ります。そこをどうするかというので、その業者を頼むんですよ。巡回の業者を、はい、お金はかかります。かかりますが他社との圧倒的な差別化です。綺麗だっていう、清潔だということです、ね。はいはい、それからですね、主婦の来ない時間帯というのがあります。午前中とか割と忙しいので掃除だとか、そうです ね、その時間は割引をするんですよ。半値ですよと、この2時間、例えば10時から12時、11時から1時までとか。いや、もうなんか朝はご飯作ったり送り迎えしたり、忙しいからなおさら旦那さんにやってほしい。あ、旦那さんね。あの事業のフランチャイズ化も進めていらっしゃるそうですね。はいはい、この後がまだあるんです。コインランドリーの次、もう準備があるんですか？あります。アイデアがもうあるんですか？旦那様も洗濯しなくてよくなるんです。え、でも汚れ物は天候に関わらずずっと人類生活する限り汚れ物は出ます、はい、そのお洗濯を代行する仕事、洗濯代行サービスという、取りに来てくださる。はい、ご要望があればお店にもちろん持ち込んでもいい、くれてもいいんですよ。ある一定の大きさの袋を作って、そこにぎゅうぎゅう満帆に詰めていい。ただしノーアイロンのものに限ります。洗濯屋じゃないのでアイロンはかけない。ワイシャツとかね、そういうことじゃなくて、はいはい、まあ、ノーアイロンのものだけをジーパンでも下着でも何でもいいんですよ。ぎゅうぎゅう満帆に詰めていくら、奥様方は助かりますね。はい、もうぜひさらなる家事負担をね軽減してい、ね、ってほしいですね。だってのお互いに働いて共稼ぎのね、そうです多いしね、そういう時は両方大変です。朝預けて、帰りにはもう取れると、はい、その通りです。そういう選択だったらね、多分。でこれがやっぱりあのクリーニング業の免許が必要な仕事なんですね。コインランドリーはいらないんですよ。なぜかというと洗濯物を触らないから、コインランドリーというのは経営者がですね。でこっちは代行ですから、機械の中に汚れ物を入れて乾いたら出して畳んで、触らないと仕事にならないよね。他人の洗濯物を触るというのはクリーニング師の免許がいるんですよ。それ今あちこち15人ぐらい取らせました。お、着々と進んでらっしゃるわけですね。そして人がいない、ずっといない時でも店は24時間、例えば店の半分前の方はコインランドリー、後ろの方で代行サービス、そういう設計にしてあります。はあ、もうそういう設計になってるんですか？もうなってます。先の準備がもうできてるってこと、できてます。例えばそこからドアから入ってくると、ここら辺に仕切りがあってカウンターがあって、
受け取りお引き渡しをカウンターで、それは夜は閉めちゃうわけですね。コインランドリーは24時間。そうするとコインランドリーショップの中を通過して持ってくる人はそこのカウンターに持ってきて、はい、伝票切って、ただし後ろ閉まってる時に24時間ですから、持ってきて袋を持ち込んでくれるお客さん、ここがまた面白いです。テレビで言うのはもったいないですけど、コインロッカー、コインロッカーここに置いてもらって、あ、入れとくと、お客さんがこの中にカチャッと入れて預けといて、はい、コインですから、はい、お金を入れて、で中にこうビニールの袋の中に現金入れて伝票入れて、あ、その時に友人の方に会えなくてももうお願いできちゃうんですね。できちゃうんです。へえ、いや楽しみですね。ホテルみたいで、せんその通り、洗濯終わったらそこに入れておいてもらう、開けて、こっちはマスターキー持ってますので、ですからこれが本当のここまで日本中が行くと洗濯革命になるんですね。よくわかりました、はい、なるほど、つながりましたね、ますますの家事負担軽減に向けて展開を期待しております。いつの時代も主婦の味方としてライフスタイルに革命を起こし続ける西山義行、そんな男が胸に刻んだ格言とは。今やれ、すぐやれ、早くやれ、今やれ、すぐやれ、早くやれ。これで人の例えば半分の時間で済むと人生2倍生きられる、そういう考えです。ああ、なるほど。あの普通にこう歩いて駅まで行くのに10分かかるの、走って5分、どうぞ余分の5分間は何するか、例えばこれは自分の知的教養を増すために本読むとかネットを見るとかですね、そういう余分な時間をどう作るか、仕事もここまで仕事をこれを仕上げるのに今までこの花を盛るのに30分かかったら15分で終えると、だから2つ他のことできますもんね。商品が2つできる、倍売れる、今やれ、すぐやれ、早くやれ、今そういう本も書いてます。あ、そうですか。いつまでも主婦の友でね、はい、革命を起こし続けてください。だからモテるんですよ、はい、おかげさまで。だからモテますか。だからあ、テレビで見たあのおじさんだ、主婦の味方だっつって、美人とお金大好きです。大好きですか。今日大切な話ありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。本書を手に取ったあなたも、いつかはビジネス書を出版してみたいと漠然と考えていませんか？でもそれは大きな勘違いです。なぜならいつかはではなく、今すぐにでもビジネス書を出版できる可能性があるからです。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら。完全決定版、誰でもビジネス書の著者になれる出版の教科書。この本を書いたのは出版プロデューサービジネス著者育成スクール主催の松尾明人さん。この一冊があれば出版のノウハウと著者になるためのコツが網羅できる内容になっています。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。